ブラックキャッツの鉄道技術昔話第48回、ベッドマン装置と EB 装置のお話をさせていただきます。 JR では EB 装置ですが、私鉄ではベッドマン装置、その違いはということでお話をさせていただきます。以下のタイトルでお話をさせていただこうと思っております。国鉄における保安装置、ベッドマン装置と EB 装置。国鉄ではベッドマン装置と EB 装置が別々に発展。ベッドマン装置とは、国鉄でも当初は電車にベッドマン装置を設置。EB 装置とは、機関車も当初はベッドマン装置と呼称していた。電車に関するベッドマン装置は三河島事故が契機。ED30 で EB 装置としては完成形に。電車に EB 装置が施行されるのは昭和55年以降ということで、ちょっと話がね、前後しちゃいますけども、こういうふうな形でお話をさせていただく予定にしております。国鉄における保安装置、レッドマン装置と EB 装置。信号設備と鉄道。鉄道は装置産業といわれるほど多くのシステムで構成されています。現代の JR 在来線における列車保安装置だけを見ても、 ATS、ATC、EB 装置、TE 装置といった感じで、ATS とか ATC といえばなんとなくわかるかなと思いますが、 EB 装置と TE 装置、違いはって言われて明確にわかるでしょうか。実は私も曖昧だったので、今一度その歴史を含めて見直したブログを元に改めて動画にしていました。 ATS と EB 装置は別物ということで、まずね、ご存知の方はご存知なので一応お話をさせていただきますと、基本的には ATS や ATC が信号と連動する保安装置であるのに対し、EB 装置や TE 装置は途中で何らかのトラブルが発生した時に対応する装置であると言えます。特に EB 装置は乗務員が不足の事態、CC の意識を失った状態のようになった時に、非常ブレーキをかけて停止させるということを目的としたもので、TE もそうなんですけどね、その EB の意味というのは後ほど詳細ご説明させていただきます。国鉄における保安装置とレッドマン装置と EB 装置ということで、EB 装置というのはね、イマージェンシーブレーキの略とされています。また TE 装置というのはワンタッチイマージェンシーデバイスの略で、略して TE という言い方をしています。国鉄ではですね、レッドマン装置と EB 装置は別々に発展していったというかね、電車はレッドマン装置でこう発展しようとしたんですけども、途中で EB 装置の方に吸収されてしまうみたいな形になります。で、EB 装置が開発される以前にはレッドマン装置と呼ばれる保安装置が国鉄にもあって、電車に設置されていたわけです。で、機関車に対しても昭和36年1961年以降ですね、装置の開発が積極的に進められて、レッドマン装置という名称を当初は使ってるんですけども、レッドマン装置っていう名前自体がですね、あまりこうよろしくないということから、レッドマンを改めですね、EB 装置というね、名称に変わりました。で、JR の旅客会社もですね、その EB 装置の流れをそのまま組んだものを搭載してますので、私鉄ではレッドマン、JR では EB というね、形の保安装置が出来上がったというふうになります。私鉄などで採用される、ベッドマン装置っていうのはですね、常にこうスイッチを押し続けなきゃいけない、マスコンと、ハンドルレバーが一体化したものであれば、その、ハンドルの下にですね、レバーがついてるんですけれども、逆に国鉄、JR の場合の、EB 装置っていうのは一定時間を操作しないと警報を発して停止措置を行うっていう点でね、これが異なっています。TE 装置に関してはね、ちょっと次回また時間場所時間を作ってね、ご説明のをさせていただきます。で、レッドマン装置なんですけども、呼んで字のごとくですね、運転士が不足の事態、意識を失うなどの状態になった際に、直ちにブレーキがかかるということを目的としたもので、運転中にね、運転士は常に保持しなければならない装置部品、これをですね、取り付けられたわけですね。さっきも申し上げた通り、ワンハンドルでしたら、ワンハンドルの下にですね、その小さな突起があると。もしくはマスコンのこう回すやつでしたら、マスコンの上のレバーを押し込まないといけないと。もしくは足踏み式のレバーっていうのがあって、経営的なように足をそこに置いておかないといけない、そういうようなものがあります。で、それでこうそれが一般的なね、レッドマン装置になります。国鉄でもですね、当初は電車にレッドマン装置を設置していました。国鉄の車両の緊急停止装置というのはね、機関車に設置された EB 装置からスタートして、JR 発足はね、その機関車の EB 装置をベースにしたものが、発展しているため、私鉄のレッドマンとはね、異なる発展を遂げるというふうになりました。実はですね、
国鉄でも昭和35年、まあ、1960年当時からレッドマン装置というのは使用されて、まあ、試験されているわけですけども、まあ、国鉄ではですね、ついにね、レッドマンという形では実現しませんでした。その辺の資料ですね、ちょっとあの当時の資料から引用させていただこうと思いますけれども、1960年4月29日、レッドマン装置の試作、試験ということで、1960年度に技術課題として、電車用レッドマン装置について研究並びに試作を実施したが、その後、三河島事故対策の一環として、運転事故防止委員会において、電車、機動車に同装置を取り付けることが決定されたので、1960年度試作品に改良を加えたものを電車、機動車に取り付け、それぞれ常磐線、関西線で長期試験を行い、同装置取り付けを推進する上の必要な資料を得た。これにより、ペタルの大きさ1、タイムリレーの次元ペタルのマネアスナーの改造修正を行ったというふうにね、書かれています。まあ、あの JR なんかで使われているね、EB 装置とはどんな装置かということをね、お話しさせていただこうと思うんですけれども、まあ、国鉄ではですね、まあ、レッドマン装置っていう形のですね、装置っていうのがもう組合の反対とかもあってですね、使われなくなってしまいまして、まあ、機関車にね、試作されていた EB 装置、まあ、当時はレッドマンで言ったんですけども、まあ、それがですね、まあ、機関車に本格採用されて、その後、まあ、あの、電車にもね、その同じ EB 装置が採用されていったということで、現在の JR の各社にもですね、あの、EB 装置が搭載されているわけなんですけれども、まあ、ここで一般的な EB 装置についてね、お話をさせていただこうと思います。で、EB 装置っていうのは、一定時間運転に必要なね、いずれかの操作を行わないと、ブレーキ操作がかかるっていうもので、まあ、公室の DD13 でね、使用されているレッドマン装置ですね。これが、まあ、その原型と言えそうです。なお、レッドマン装置は電車にも装備されて、まあ、古い101系などではですね、足踏み式のレッドマン装置が残された車両もありました。ということで、EB とは違いますんでね、こう電車のレッドマンというのはあくまで私鉄のレッドマンと一緒で、足を踏んで、もし足が外れると、ね、非常ブレーキがかかるという、そういう性格のものです。次にですね、DD13、まあ、初期から投入当初ですね、レッドマン装置っていう名称を使ってたよっていうことでね、お話しさせていただこうと思うんですけれども、機関車にですね、DD13 型にはね、レッドマン装置が設置されましたよっていう記録があります。以下ですね、交通技術っていうね、国鉄の部内誌に掲載された記事からね、引用します。レッドマン装置もこの機関車の特徴の一つであると。すなわち、在来の動力車に用いられたレッドマン装置は単に力行回路を遮断するにとどまったが、この機関車ではさらに警報及び一定時間を経てブレーキの非常吐き出しを行い、機関車の停止にまで発展せしめたもので、一般動力車にも適用しうるよう、その成果が期待されていると。すなわち、逆転機の中立、主ハンドルの切り位置以外に合うときは、主ハンドルを常時下方に押し下げなければいけない。手を離すと接点が切れてベル警報が鳴り、約4秒後には機関を U 転に、変速機を中立に戻すとともに非常ブレーキを作用させる。一度非常ブレーキが作用するとハンドルを切り位置に戻さないと元に戻す、さないが4秒以内に気づいたときは主ハンドルを押し下げれば機関の U 転非常ブレーキがかからないで現状のままで運転を継続することができるということでね、まあ、あのマスコンをちょっと押していないとダメですよっていうところはちょっと違いがあるんですけど EB とは。でもあのそれを以外にですね、結局完全に非常停止させることを目的としているという点でね、また一歩進んだ装置と言えるんじゃないかなと思います。内容的にはまあレッドマンというよりもですね、まあ、後の EB 装置に近いもののようにも見えますけれども、まあ、実際機関車乗務員の助手配置に関しては、この改良型といえる装置をね、昭和44年中に改造工事で機関車に取り付けています。で、合わせてですね、無線により入れ替え作業の実施などね、合理化も行われているんですけれども、まあ、一般に、ただですね、ここですね、EB 装置で導入されたといってもね、本格的に採用されたらね、もっと後なんですね、昭和47年頃までかかってます。で、それまでですね、実際装備されてはいるものをですね、使用されないとかいうことがありました。で、まあ、60秒ごとにですね、装置のいずれかをね、触らなくてはいけないと。いうのがですね、結構わずらしいという声もね、結構あったみたいなんですね。ただ、外国の鉄道の場合ですね、
60秒ごとに必ずね、ブレーキ弁だろうか、マスコンハンドルだろうか、そのどちらかをですね、必ず操作しないといけないということでね、国鉄の EB 装置と比べるとですね、かなり厳しい。ね、まあ、逆に言うとですね、国鉄の EB 装置はかなりですね、そういう、こう、優しいというかね、運転士に優しいみたいなね、そういうところがありました。電車に関するデッドマン装置は、三河島事故が契機ということでね、お話をさせていただこうと思います。電車のデッドマン装置の設置は、三河島事故が契機とされています。この時、デッドマン装置の整備と合わせて、伝承塔の強化、車内放送設備の整備などが合わせて行われています。まあ、これは監査報告書昭和37年からね、引用したものですけれども、他にですね、まあ、デッドマン装置自体は、まあ、昭和36年からね、技術課題として、まあ、検討されていたというかね、模様で、それで、まあ、電車に関するデッドマン装置は三河島事故が契機ということで、このデッドマン装置ですけども、昭和36年から実は技術課題として試作されておりまして、101系なのにですね、足分式のデッドマン装置っていうのを設置したそうです。まあ、当時の国鉄部内史交通技術、1963年10月号の記事を見ますと、電車の仕組みは足分スイッチとブダー、源氏経電機からなり、その機能は運転士が足踏みスイッチを踏んでいるときはブダーや経電機には通電せず、非常ブレーキがかかるにも通電しない。ところが何らかの事故で足踏みスイッチの足を離すと、バネでスイッチがつき、ね、ブダー命令と同時に、同時に源氏経電機が作動し、一定時間を過ぎると接点を閉じて非常ブレーキがかかるようになっていると。この余裕時間は 0.3 から180秒間で変化されるものができており、現代は10秒を標準にセットされていると。足踏みスイッチの二段踏み込みにより、フエベンテコを押し、空気部への水面も可能であると。で、ディーゼル動車の場合は、源氏経電機動作と同時に機関をアイドリングするというふうになっています。なお、ちなみにですね、現代の JR の EB 装置では60秒にね、設定されています。電車にはですね、その後改良型のデッドマン装置を取り付けましたということも書かれております。国鉄時代、電車に関しては、その後改良が加えられ、足踏みペダルを左右2箇所設置した上で、手で操作可能なレースイッチが追加されて、そのいずれかを採用させていることでね、デッドマン装置が作用するようになりましたということで、まあ、ちょうどね、デッドマン装置のその、足踏むばっかりじゃなくてですね、手で触っても大丈夫っていうかね、そういう仕組みに改良されたというふうに記憶されています。で、ED30 で EB 装置としては完成形にということで、まあ、電車の場合ですね、ペダルを踏み続ければいけないというね、そういうデッドマン装置でしたけれども、機関車の場合は、一定時間の操作がないと警告がなり、まあ、非常精度がかかる EB 装置というね、そういう改良型が完成しましたと。だから ED13 の改良型がね、完成しましたと。で、これは ED30 型電気機関車で使用されたということで、まあ、ED30 のね、使えた EB 装置っていうのはほぼほぼその完成形かなっていう感じですね。で、どういう形かっていうと、ED30 型機関車のものは小型の経電機、コンデンサーや抵抗器を組み合わせて、次元を取る投入遅延次元経電機2組と速度経電機1組を組み合わせて、デッドマン装置として動作させるものだと。で、速度検出器、主管制御機ハンドル、確認押しボタン、警報ブダー等から構成されている、その機能は主に主管制御機の主、または単弁ハンドルを、あるいは逆転、硬直ハンドルがいずれかの位置を取ってから30秒、25か90秒の調整可能らしいんですけども、経過する間に確認ボタンを押すか、何らかのハンドル操作を行わなければ、自動的に非常ブレーキがかかって、列車停止するようになっていると。で、反対にハンドル操作確認扱いによってですね、一旦回路を切れば、次にその時点を起点として再び30秒間が刻まれると。もちろん、動いていないときは速度検出器が動作しないから、デッドマン装置自体は作用しないというふうに書かれています。EB 装置や機関車に関しては昭和47年から使用開始しましたということをね、お話しさせていただこうと思います。交通年間、昭和48年、動力車乗務員の運用、EB 装置の本格実施という項目には、以下のように書かれていました。少し引用してみたいと思いますということで、EB 装置、イマージェンシーブレーキのね、頭文字を取って EB 装置と呼んでいますが、
乗務員の仮眠あるいは失神時など乗務員が作業のできない状態であることを感知し警報を発し列車を停止させる装置であり、乗務員の運転操縦を補完する機器であるというふうに書いています。この装置は EL と DL に取り付けられて、昭和47年3月末に約3電量いたしたと。3時にわたる試行を重ねた結果、昭和47年5月に各労組間で使用に伴う労働条件を締結し、昭和47年6月15日を期して全国一斉に使用開始したと。これに伴いですね、EL、DL の乗り組み基準の一部が改正が行われ、すなわち2人乗務の対象であった、試運転2時間半以上の列車に乗務する場合と、ノンストップ2時間以上の列車については、1人乗務とすることになったのであるということでね、一部乗り組みの、ね、基準が改正されたよというふうに記述がされております。電車に EB 装置が施行されるのは昭和55年以降ということで、電車や機動車の EB 装置施行はずっと遅くて、昭和50年頃にですね、既存車両にやっと EB 装置を設置するということがされています。で、実際に走行の試験が始まったりしたのは昭和55年頃に入ってからのようで、さらにですね、本格的に EB 装置の使用を開始するというのが同志向書にまとまったのが昭和60年であったと、この休憩室を未確認なんですけどもというふうに言われています。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は再び硬直流電車の話、EF80 の話をさせていただきますが、保安関係では TE 装置を掘り下げてみたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。